日はボトックス治療を使って10歳若返れるかに関して授業したいと思います。お願いします。お願いします。ボトックスという治療は、まあ、比較的耳にしたことが多い方もあるね、多いかと思うんですけれども、ボトックスどういう治療かはなんとなく知ってます？なんか知ってます？ボトックスどういう治療か知ってます。あの筋肉を止めたりできるらしいです。ありがとうございます。そうですね、よく勉強してますね。あの筋肉の動きをちょっと抑えるんですけど、基本的にはこう笑ったりですね、例えば怒ったりとか、お顔をこう表情を作った時にシワができると思うんですが、それをボトックスってお注射で弱めるっていうことが一般的な活用方法ですよね。例えばこの方、思いっきり笑ってくださいって言うと、目尻、目の下にクシュクシュっとシワが出てきたり、ほうれい線がぐっと深く入ったりっていうような、あの印象があると思います。例えば20代30代の頃って、笑ってこう目元におしわが出るのっていうのはこうチャーミングで可愛らしい印象だと思うんですが、やっぱり 4,50 代ぐらいになってくると、チャーミングっていうよりは少しどうしても老けた印象になったりとか、あとこの方もそうなんですけど、笑うと目が潰れちゃう感じ、目がなくなっちゃう感じが、やっぱりなんかちょっとこう元気がないような印象にもなってきちゃいます。この患者様、ボトックスを打ってもらってるんですね。目尻、笑うとどうでしょうか。目尻のここの表情じわも浅くなってるんですが、プラス笑った時に目が潰れにくくなってるの分かりますかね。でボトックスってなので、あのさっき、まあ、素晴らしい、あの筋肉の動きを止めてっていうのはもちろんそうなんですけど、シワを消すためだけではなくって、こう加齢とともに筋肉の動きがちょっとこう緊張しすぎたり、あるいは弛緩しすぎたりする部分の調整をするために使うってことが可能です。もうちょっと平たく話してみると、この方、これが術前の無表情の時、術前の笑った時、笑うと思いっきり目がクシュッと潰れて、歯茎もちょっとグッと出て、ほうれい線がグッと深く入るような印象がありますよね。で、まあ決して別にこの笑顔が老けてるってことではないんですけれども、ただやっぱりボトックスを使った後の笑顔の方がはつらつとした笑顔に見えると思います。これもですね、ボトックス、この方は目尻、目の下、あとほうれい線という箇所にボトックスを打っていて、筋肉の動きをちょっと調整することで、笑った時の表情がクシャッとこうクシュクシュッとなった印象にならないように調整をしてるんですね。なので結構こういうと、やっぱり、バレずに10歳っていう時に、やっぱりボトックスをがっつり打ちすぎてシワがなくなると逆に怖いわっていう方多いと思うし、周りにバレちゃうの嫌だって方もいると思うんですが、まあシワを完全に消すってことではなくて、筋肉の動きを調整して若く見せるっていうのが今のボトックス治療のトレンドになってきています。で、例えばこの目尻なんですけれども、これはですね、眼輪筋って言って目の周りに大きな筋肉があります。で笑うと、ここ笑うと筋肉がこう縮こまるので、収縮するとシワも出るし、笑うと頬が上がります。なので、いわゆる例えばハリウッドの方とかで、あの頬がね、すごくこう出た印象のハリウッド女優さんの、こうこの人ヒアルロン酸打ちすぎなんじゃないかみたいな写真が結構あったりしますよね。あれを私なんかの目で見ると、多分その方はヒアルロン酸を多分使ってるんでしょうけど、目尻のボトックス打ちすぎなんですね。目尻のボトックスを打ちすぎると、ここの眼輪筋って筋肉が自然に頬を上に上げるのに使ってる筋肉、それをボトックスでブロックすると、ここが上がらずに笑うので、頬が上半分はあんま動かず、下半分だけがブリッと盛り上がります。そうすると笑った時に、あ、なんかこの人入れたみたいな不自然な笑顔になります。なので、あの実はヒアルロン酸もボトックスも、私すごく若返りの治療で皆さん自信を持って進めてるんですが、やっぱり打ち方をちょっと
でも謝ると少しバレやすくはなっちゃうので、そこはまああのなんだろう、必ずしも絶対にボトックスがバレませんと言ってることではないですね。結構注意は必要ではあります。この方も目元の印象、手術してないんですが結構若くなったように見えませんか。この人もですね、実はボトックスとヒアルロン酸っていう注射を活用していますが、まあお注射だけでだいぶ若々しいお目元になってると思います。すごく失礼な言い方すると、上の写真はやっぱりちょっと50代後半から60代前半ぐらいの印象の目元、失礼なんですよ、が下の方は40代後半ぐらいの印象に見えるんじゃないかなと思ってます。これじゃあ何をしたら、ちょっとこれね内出血残ってるんです。術後5日ぐらいでまだ残ってるんですけど、この方はですね、目尻のボトックスとあとおでこのボトックスの注射を受けてもらったのと、あとこめかみ頬にヒアルロン酸を入れてます。入れた量はヒアルロン酸こめかみ頬で合わせて1本で、ボトックスが額目尻なので2部分っていう形でやってます。この方もだいぶ印象良くなりましたよね。まずはこの目元のおしわがボトックスっていう注射でだいぶ緩和されているのと、あと私この人はですね、一番老けて見える印象はくぼみ目かなと思ったんですね。目の上がくぼんでて、ちょっとこう眉を一生懸命上げて目を開けてるような癖がある方なんですね。おそらくこれを外科の美容外科的に治療するとなると、眼瞼下垂の手術とか眉下リフトとかそういったお話になってくると思うんですけど、この方絶対手術は嫌だっていうもう前提でいらっしゃってる場合、私だとちょっとこういうボトックスをうまく活用して、あえてちょっと眉の高さを少しボトックスで調整することで目と眉の距離がちょっと近くなって、まあ悪く言うと腫れぼったくなってるんだけど、よく言うとくぼみ目が良くなったというような、この塩梅を調整してあげてボトックスを活用しています。なのでこれもですね、まあもちろん手術した方がいいには越したことないんだろうけども、切らずにバレずに確実に若くなる方法として、注射の活用ですねできますと。でもう一個ですね、ボトックスの注射で気をつけた方がいいことがあるんですね。目尻とか目の下のボトックスを打つと笑うと涙袋がなくなります。この人どうでしょう、術前は笑うと涙袋あって、術後涙袋が出なくなってるの分かりますか。でこれをですね、結構私たちはかなり、まあ患者様もそうなんですが、まあ、ドクター側も結構意識をして調整が必要かなと思っています。なんでかっていうと、涙袋がなくなるとですね、ちょっと怖い印象にやっぱり見えがちになるんですね、きつく。あとちょっとマニアックな話すると、年齢とともに頬がこうたるんできますよね。そうするとですね、お顔がだいたい中顔面っていって、ここの頬の長さが間延びしてきて、ここは長くなってきます。で一方でこういうところは骨が痩せてくるので、顎は短くなってくるので、若い頃綺麗な黄金比の人でも年齢とともにここの中顔面ってお顔の中央が伸びてきて、なんかこうちょっと馬面みたいな感じにだんだんなってきます。でその時に涙袋って結構実は大事で、涙袋が入ると中顔面の長さが短く見えるように見えるんね。だから私もわざと年配の方に涙袋をお勧めすることもあります。まあ、若い子が涙袋メイクするのも小顔に見せるため、メイク描くとここが短く見えるから、顔がちっちゃく見えるからよくやるんですけど、まあそれをですね、私も実はちょっと意識いつもしていて、どうでしょう、この方目尻ボトックス打つと涙袋やっぱなくなっちゃいますよね。なので実は私頬にヒアルロン酸打ってるんですね。どういう原理かっていうと、ここ平らよりも頬の高さがある方が視覚的にここが高い方が距離って短く見えるんですよね。なのでここがちょっと年齢とともに平らになってきた方が、位置が下がってきた頬の高いところにちょっとハイライト入れるみたいな、チーク入れるみたいなイメージでヒアルロン酸ちょっとだけ入れると、ここに高さが来て距離が短く見えるので、
ヒアロン酸を使うことでちょっと涙袋なくなる分そこを補充して目元の印象柔らかい感じ、そしてまあ、あのお顔が間延びした感じにならないように調整っていうのを実はしています。まあ、でこの方は本当は涙袋ヒアロン酸入れてもいいんですが、ちょっと皮膚のたるみ強いからヒアルロン酸っていうよりは一回ちょっと涙袋じゃなくて他のとこから調整っていうのをしたっていう背景があります。なのでまあかなりこだわるとですね、だいぶ印象が良くなるのが注入治療だなと思っています。これ効果はどれぐらい持続するんですか？ボトックスはだいたい3ヶ月から4ヶ月ぐらいだと思います。注射をしてその日とかは結果出ないので、まあ、3日ぐらいするとシワがちょっと減り始めて、2週間目ぐらいがちょうど効果のピークで、まあ、それがだいたい3ヶ月ぐらいするとまたちょっと陰ってくる感じ。だからまあだいたい3、4ヶ月に1回っていう方が多いかなとは思います。はいはいはい、何箇所ぐらいこう打つんですか？ちょっと痛みが心配でして。ですね、目尻を打つ場合は大体のドクターが3回打つことが多いです。1、2、3、うん、で、クリニックとか先生の主義によっては、ボトックスのお薬をちょっとわざとこう少し薄めに作って、それを1、2、3、4、5、6みたいにこうかなりたくさんの箇所に分けて打つ先生もいらっしゃったりします。まあ、でも基本は1、2、3片側、こっちも1、2、3って感じですかね。まあ、ちなみに眉間、この方眉間とか額もツヤツヤしてるの分かりますか？これボトックスの効果なんですね。眉間はだいたい1、2、3、4、5、5回打つことが多いですね。額はドクターによってだいぶ違うと思うんです。一般的には8回から多くて10回ぐらい打つ先生がいるかなってところですかね。ボトックスってこれまたこだわるとすごい面白くて、あのボトックスをあのマイクロボトックスって言い方したりするんですけど、ちょっとこう皮膚の浅いところにあえてボトックスを効かすと皮膚がね引き締まって、こういうなんかこうツヤっとした肌になります。ボトックスをねするとおでこがツヤツヤになって、結構それが好きでリピートされてる方も多いんですよね。あと眉間もこういうところを打つと、まあ、刻まれたシワ本来治す効果ってボトックスにはなくって、あくまで動きを止めるだけだから、でもなんかやっぱり刻まれてシワ良くなってるっていうのは、おそらくこう毎日動いてる力が弱まるとご自身の皮膚の再生力である程度刻まれたシワも良くなってくるのかなと。でもっとこれが深いと皮膚を再生させるお注射で、例えばリジュランとか PRP とかそういったものも併用しましょうって話をさせていただくこともあります。ボトックスってなんか薬が高いやつと安いやつあるじゃないですか。 あれってぶっちゃけどっちがいいとかあるの？ぶっちゃけどっちがいいで言うと、どっちも効果はあんまり差がないと思ってもらって構わないだから、別に高いから効くってことではないので、どっち選んでもらってもいいんですけど、ただあの一応うちの湘南美容クリニックだと、例えば表情時は例えば目尻とか額とか眉間とかそういう箇所はハラガンっていうそのちょっと高い方のボトックスだと保証がついてるんですね。だからちょっと例えば打っていただいて2週間ぐらい経って、ちょっと例えばもう少し効果しっかり出したいとか気になるところがあれば見せていただいたら、ボトックスで微調整っていうのができるっていうところはあるので、初めてボトックスを経験される方はそっちはやっぱり選択される方の方が多い印象ではあります。なるほど、はい、では今日はバレずに10歳若返るボトックス注射の活用方法について勉強しました。はい、じゃあ今日は終わりですね。ありがとうございます。レイ